こんばんは、五十嵐玲です。この動画では日曜日に開催されますローズステークスの予想をお届けしたいと思います。まず本命に選んだのがサリエラです。お父さんがディープインパクトで、お母さんがサロミナで、近親にはサリオスやサラキアといった G1 で活躍する馬を多く輩出したもうね、良血ですねを持ち合わせた馬になります。で、良血を証明するかのようにデビューから2戦2勝で共に上がり最速をマークしておりまして、もうね、切れ味勝負に強いっていう血統を証明したレース内容でございましたね。で、特にね、前走はラストのサンハロンが32秒9と逃げて、そのまま押し切る強さは、これはね、もう大物感を感じる強い競馬を披露してくれて、もうこの秋は大舞台での一発に期待できる馬だと言えそうです。で、まだね、デビューからそこを見せてない強さと血統を信頼しまして、本命で勝負したいと思います。で、鞍上にはクリストフ・ルメール騎手が予定されておりまして、もう、ね、今週はそろそろね、本領発揮の騎乗に期待したいなと思っております。今回は3連複の一等軸流しの軸馬に本命のサリエラから相手に選んだのがマイ・シンフォニー、そしてアートハウス、そしてセント・カメリアでパーソナルハイ。以上の5頭に流した3連複10点で的中を狙いたいと思います。